はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は三権の抑制と均衡についてやっていきたいと思います。教科書は108ページ109ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。日本では三権分立を取ることで互いに権力が暴走しないようにしているという形になっていきます。それでは今回の重要語句見ていきたいと思います。重要語句は4つですね。久々に A が出てきましたね。三権分立 A、 国民審査 C、意見審査権 D、 憲法の番人 C になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。はい、三権の抑制と、均衡というところでこのページめちゃくちゃ大事になっていきます。まあ、内容が大事っていうよりもこの109ページの右上に書いてあるこの図ですね。これは本当にこの紫のページですね。現代の、政治についての話の中で一番大事なところになっていきます。まあ、これさ、覚えていれば、まあ、なんとなくその全容っていうか、今までやってきた勉強、国会内閣裁判所っていうのが理解できるので、この図に関しては必ず覚えておいてください。テストの前とかでもうその時間がないってなった時に、まあ、文章を読む。っていうよりは、ここの図を見ておくと、よくテストに出やすくなっています。それでは内容について見ていきたいと思います。まずは今回のタイトルでもある三権分立ですね。今まで、14回ぐらいですかね、を使って三権分立については説明していきました。なので、三権分立って何っていう人は、もう一回初めから見直してもらえるといいかなというふうに思います。日本っていうのは、国の政治のやり方は三権分立です。立法権を持つ国会、そして行政権を持つ内閣、そして司法権を持つ裁判所。この三つの機関を中心に政治が行われていました。昔はその三つの権力を一人の人物とか一つの機関が持っていたっていうことで、その権力が暴走してしまっていたんですけど、そうじゃなくて、それぞれを三つに分けて、それぞれが独立した機関に担当させ、そして互いに権力を抑制し合うことによって、いいバランスをとって権力が暴走しないようにというふうになっています。じゃあ、どのようにその暴走を、まあ、均衡を保っているのかっていうと、まあ、議員内閣制を取る日本では、国権の最高機関、まあ、これもやりましたよね、超重要国です。この国会が三権の中でも最も重要な位置になっていきます。はい、特に主権を持つ国民っていうのは、この国会ですね。まあ、国会っていうのは国会議員によって成り立ってますから、この国民っていうのは国会議員を選挙で選ぶ。これはわかりますね。そして、その国会議員の中から内閣総理大臣というのは指名される。そして衆議院は内閣不信任決議を行えるっていうことで、国民は国会議員の選挙を通して内閣を選んでいるっていうことも言えますよね。だって国会議員から内閣総理大臣を選ばれるっていうことは、その国会議員を選んでいるのは私たち国民なんですから、そこから指名されるっていうことで、間接的に内閣総理大臣を選んでいるっていうことも言えます。さらには衆議院は内閣不信任決議で、その内閣総理大臣が暴走してしまった時に解散っていうことを言うことができるんですね。それを言うことができるのも衆議院、つまり私たちの選んだ国会議員なので、内閣を間接的に選んでるっていうふうに言うことが言えます。はい、そしてその私たちに間接的に選ばれた内閣っていうのは、最高裁判所長官を指名、あなたにやってっていうふうに言って、さらにはその他裁判官も、あ、じゃあよろしくお願いしますねっていうふうに任命しているので、まあこれも間接的に言うと、私たちがちゃんと選んでいるっていうことも言えるんですね。はい、そして国会は弾劾裁判所を設けて裁判官を辞めさせるっていうこともできます。さらに最高裁判所の長官に関して、国民が、任命が適切か国民審査を行うこともできます。まあ、ただこれっていうのは、確か誰も今までその裁判官がダメって言われたことないんじゃないですかね。一応その最高裁判所の裁判官が任命された時と、その裁判官が働いて10年経った後ですかね、その時の裁判、選挙の時になんか罰を打つみたいな、紙があるんですよ。この裁判官はちょっと微妙だなって、いやダメでしょう、適切じゃないでしょうっていうことを、まあ国の選挙の時に、罰で、示すことができるんですけど、じゃあそもそも皆さん最高裁判所の裁判官って知ってますかって話ですね。よくテレビとかでその何々大臣は、誰々とか内閣総理大臣は誰々っていうふうに言うので、あ、
何々大臣の名前かってなったら、あ、あの人かってわかると思うんですけど、まあ、最高裁判所の裁判官なかなかニュースになることないですから、その国民が知っていることもあまりないわけですね。なので、じゃあその人に罰つけるってどうなのっていう、まあ、のもあったりとかして、なかなかそれ、その、私たちの民意が通っているのかっていうと、まあ、ないわけなんですけど、一応制度としてそういうふうな仕組みもあったりします。なので、その裁判官ですね、司法に関しても、弾劾裁判所で、裁判官を辞めさせたりとか、国民審査選挙の時に、自分の民意を示すことで、まあ、解任できたりっていうことで、裁判所に関しても私たちの民意っていうのが反映されるようになっていきます。はい、じゃあ国会に対して内閣も、衆議院の解散を行うことができて、裁判所は法律の違憲審査っていうのを行うわけですね。まあ、国会が暴走した時に内閣っていうのは解散っていう風に、まあ、変な法律作った解散っていう風に行うことができたりとか、あとはその変な法律を国会が作ってしまった時に裁判所はいやいやこれはそのね、その憲法に違反してるからその法律はダメでしょうっていうことができます。逆に内閣も裁判所による違憲審査ですね、内閣が行った命令とかそういう、法令に関していやいやそれ憲法違反でしょうっていう風に行ったりとか、あとは行政裁判って言って国に対する裁判っていうのも行ったりすることができます。はい、このように三権が互いに行き過ぎを抑制、互いに行き過ぎを抑制し合って均衡を保つことによって国の権力が一つの、機関に集中するのを防ぐ、そして国民の人権が保障されるというふうになっています。なのでこの右側の109ページにあるように、この三権が互いに関わり合って国民とも関わりがあって私たちの国っていうのは政治がまあ安心して行われるという形をとっているんですね。最後です。違憲審査権っていうことで、裁判の話を何回かしていたので、裁判所が国会とか内閣にどうやって関わるのっていうところを最後見ていきたいと思います。裁判所は法律や内閣が作る命令っていうのが憲法に違反していないか具体的な事件の裁判を通して審査を行う違憲審査権っていうのがあります。例えば内閣がじゃあその平和主義っていうその憲法の9条を破って、積極的に戦争をしましょう法みたいなのを作ったら、いやいやいや憲法に平和主義って書かれているんだから戦争、まあ、武力を放棄しているんだからそんなことできませんよっていうふうに違憲審査したりとか、内閣が行ったこととか命令に関していやそれは憲法違反でしょうとかっていうのを裁判所は違憲審査権として言えることができます。下級裁判所っていうのも違憲審査を行うこともできるんですけど、やはり特に最高裁判所ですね。最終の場ですよね、最高裁判所っていうのは。いくつかの審査を得て、上告を得て、最終的に到達するのは最高裁判所なので、合憲か違憲かっていうのの最終決定権を持つ憲法の番人というふうに言われています。この違憲審査権というのは憲法で政治の権力を制限して国民の人権を守るっていう立憲主義、そして憲法が国の最高法規であるっていうことの表れになっています。なので基本的にその先ほど言ったようにその国会が三権の中でも重要な位置にあるっていうふうに言ったんですけど、その法律を作っていく国権の最高機関である国会重要だよっていう話をしたんですけど、やはりその法律を作る下支えになってくるのは裁判所であり、専門的にそれが合憲か違憲かっていうのを判断していくことになります。じゃあその違憲審査権っていうのはどういう時に出るのかっていうと、教科書では法律について書かれていますね。実際の事件があった時にいやいやこの法律はおかしいでしょうっていうことをやるんですね。なので裁判官がいやいやこれって、違憲なんじゃないとかって言って勝手に国会に行くっていうよりも、何か事件が起きました、この判決はこの法律によってこういう判断をしましたっていう場合に、いやいやそれおかしいでしょっていうふうに言うんですね。じゃあ実際に一番上のところの専属殺人についての、例見ていきたいと思います。これは1973年に行われた事件なんですけど、子供がお父さんを殺してしまいましたっていう話が、まあ、事件として発生するんですね。でその時に、まあ、普通だったらその殺人罪って、無期懲役または懲役3年以上ですかねっていう、判決なんですけど、この時にあった専属殺人なんとか規定とかっていう法律があって、その親を殺してしまった時にはその無期懲役以上の刑になるっていうのがあったんですね。なので殺人事件よりも重い判決になる、親を殺してしまった場合重くなるよっていうのが法律で決められていた。それに対して裁判官がいやいやおかしいでしょっていうのを実際の事件と
照らし合わせて判断したんですね。いやいや、法の下の平等でしょ、親殺したら罪重いとかじゃなくて、法の下の平等だったら誰を殺しても同じ罪で問われなければいけないですよねっていうことで、いやこれは違憲ですよっていう風になって、今では親を殺そうと、誰を殺そうと、まあ、殺人罪として、無期懲役または、3年以上の懲役という風になっています。はい、このように、法律に関して内閣について何か違憲なことがあった場合には、事例に合わせて裁判官が、いやいや、違憲でしょうっていうふうに守っている、憲法の番人として守っているという形になっていきます。はい、というわけで今日は三権の抑制と均衡ということについてやっていきました。日本っていうのは、国会が立法権、内閣が行政権、裁判所が司法権っていうのを持つことで、お互いに互いを、抑制し合って均衡を保っています。右の109ページの図に関しては必ず覚えておいてください。このように三権が互いに均衡を保つことで、まあ、憲法を守って、国民主権、私たちの人権が大切にされて、国の政治が行われるという形になっていきます。はい、ということで今回で、国の政治については10回、程度の授業は終わりになります。次からは、3回か4回か、地方の政治についてやっていきたいと思います。